皆さんこんにちは、チャックバスです。本日は、ANA のねホームページに、新しくね、まあ新しいのかちょっと私が気づかなかっただけなんですけども、今ね2019年こちら今8月に、撮影してるんですけども、今現時点ね ANA のエコノミークラスを予約した場合、まあ、上級会員である SFC、プラチナ、ダイヤモンド等々を持っている人たちは、まあ、エコノミークラスを、優勝で取っても、特典航空券で取っても、空席があればねプレミアムエコノミークラスに無料でねアップグレードしていただけるっていう特典がありました。これがね、SFC、プラチナ、ダイヤモンド全てこの特典は今あったんですけども、残念ながらねこちらの特典は2019年の9月30日で終了になります。まあ、っていうのもこちらのアナウンスがあったのは、まあ、これはもう昨年にもうアナウンスがあって、SFC ダイヤモンド、プラチナ、ダイヤモンドね全ての、上級ステータスで廃止されるということで結構話題になったんですよね。でそれの代わりのキャンペーンみたいなのが始まるっていうのは話あったんですけども、その詳細がねちょっと載ってましたんで、今回ね紹介させていただこうと思って動画を撮っております。で2019年9月30日まで今の、無償でねアップグレードしてもらえるっていう特典はね今現在も継続してあって、9月30日まではその、特典はあります。で今から話すのは10月1日から次の3月31日まで、2020年の3月31日までのダイヤモンド、プラチナ、スーパーフライズ会員様限定のプレミアムエコノミーへの無料予約キャンペーンっていうのが始まります。でこれがどういうものかっていうと、まず先ほど言った通りエコノミークラスを予約して、それがプレミアムエコノミークラスにアップグレードしてもらえる、まあ無料でアップグレードしてもらえるっていうものなんですね。でこちらも、SFC プラチナ、ダイヤモンドの人が利用できるということになっております。で今までは、チェックインの際にね、空席が空いてれば、アップグレードしてもらえたんですけども、10月1日以降からは自分でね24時間前から予約可能になりますんで、1日前の24時間前から自分で空席を探して予約するみたいな形になります。でこちらねもし空いてなかったら、空席待ちもできます。でそれでは当日までね空席待ち自体はできるということで、もし空いたらね、そこに入れるっていう感じになります。で対象クラスなんですけども、今現在2019年8月現在までは、優勝でも特典でもアップグレード対象だったんですよね。ですが2019年の10月以降からは優勝のみ、特典航空券は対象外になりますんで、そこだけ押さえといてください。で私今年2019年ダイヤモンド修行しておりまして、前回ねジャカルタからイスタンブールを乗り継いでニューヨークっていうその往復を、海外発券でねダイヤモンド修行しました。でその羽田からね私は利用したんですけど、ジャカルタ、まあ、この路線を、ANA の特典航空券で行ったわけですよね。でその行きのチケットでたまたま空いていたっていうことで、無償でねアップグレードしていただきました。そこ特典航空券だったんですよね、その時発見したのは。それが、まあ、今後ね2019年の10月からはもう完全になくなるということですので、特典航空券ではね無償アップグレードはもらえないっていうことなんで、エコノミークラスを、取った場合はもうエコノミークラスっていうことに基本的にはなります。でこれが2020年の3月まで、次の3月31日まで、このキャンペーンはやりますということで、まあ多分、昨年ねこのアナウンスがあって、今現在まだね無償でアップグレードあるんですけども、そんなにすぐね多分解約するととても話題になると思うんで、2020年までね、
簡単に引き伸ばしたみたいな感じだと個人的にね思っております。で、じゃあ2020年以降はどうなるかっていうと、2020年4月1日以降の、このプレミアムクラスから、プレミアムエコノミークラスのアップグレードですね、基本的に、マイルを使うか特典、マイルを使うかアップグレードポイントを使って、エコノミークラスからプレミアムエコノミークラスに、移行、なんですか、アップグレードさせるっていうのがもうし、2020年4月1日からとなります。で、まあ私この動画もニューヨークの動画をたくさん上げておりますけども、私まあニューヨークが好きで、まあ、今回ねニューヨークを例に出して説明させていただくんですけども、じゃあ2020年4月1日以降はどうなるかっていうと、東京ニューヨークの路線でエコノミークラスを取っていて、アップグレードする、プレミアムエコノミークラスにアップグレードするのに、2万マイルかかります。2万マイル、おやと思った方いると思うんですよね。実はってわけじゃないんですけども、2万マイルってこれすごい高いんですよ。エコノミークラスからプレミアムエコノミークラスに上げるのに2万マイルってすごい高いんで、実はじゃなくて、その2万マイルでプレミアムエコノミークラスですよね。でもう一個上にビジネスクラス、これ2万8000マイルなんですよ。ですのでちょっとこれはね残念ながらいただけないなって個人的には思います。ちょっとね、東京ニューヨーク路線に限ってはこのエコノミークラスからプレミアムエコノミークラスに2万マイルを払ってね、ちょっとアップグレードするっていうのはね、ちょっといただけないかなと思いますね。それだったらあと8000マイル頑張って貯めて、ビジネスクラスをね利用することをお勧めします。でもう一個の方は、アップグレードポイントですね。アップグレードポイント自体はですね、別に動画出しておりますので、ちょっとアップグレードポイントって何っていう方はね、そちらの動画見ていただいて、で、こちらね東京、ニューヨーク路線でいうと5ポイントでエコノミークラスからプレミアムエコノミーで、10ポイントでエコノミークラスからビジネスクラスにアップグレードできますということなんで、まあ個人的にはね、10ポイントを使ってビジネスクラスをね利用していただきたいなって個人的には思いますね。というのも、もう2回目、2回目と3回目のダイヤモンド週はねちょっと、微妙な前後になってるんですけども、もうね東京ニューヨークの往復をね8月の頭の方にしてきまして、その片方の路線はねアップグレードポイントで、東京ニューヨークから東京の便でね10ポイント使って、エコノミークラスから、ビジネスクラスねアップグレードして利用させていただきましたんで、やはりね東京ニューヨーク路線でもし利用するっていう方はね、帰りの便は14時間半のフライトなんで、まあ個人的にはねビジネスクラスの方が楽なんじゃないかなと思います。こちらもね、予約対象クラスがあります。YBMUHQV ということなんで、まあ、こちらのね対象の、チケットを購入された方となっておりまして、予約開始が2019年9月の27日午前11時30分より予約開始ということで、搭乗便の出発時刻の24時間前まで予約ができるということになっております。いかがだったでしょうか。ちょっとね私は去年このアナウンスがあって、それからね、新しいキャンペーンが始まるまでね知識として持ってたんですけども、その先をね全然知らなくて、今回ねこういうふうに出てて、今回動画で紹介させていただきました。皆さん知ってましたかね。私個人的にはね結構大ニュースだったんで、今回動画を撮らせていただきました。今回の動画が役に立った方、いいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。